はい、皆さんはじめまして、環境科学科環境生物学研究室講師の片平です。今日は模擬授業ということで、1年次後期に開設される衛生動物学同時実習の中から、一部、抜粋して、お届けしたいと思います。で、今日はですね、少し、臨場感を持たせるために、これ実は後ろにグリーンスクリーンを置いています。で、上はちょうどここら辺が上限なんですけれども、こういうような授業展開も皆さんが入学されるときには見られるかもしれません。で、まずですね、本題に入る前に自己紹介させてください。で、環境生物学研究室はですね、教授の川上先生、そして片平の2名で運営しています。で、この研究室では、ここに書いてあるように、人の生活に関係する生物を読み解くということをキーワードにして、ゴキブリとか、蚊とかですね、身近な有害生物を対象とした衛生動物学的な研究。で、あとはですね、ここの研究室、伝統的に寄生虫を扱ってきた研究室でもあります。で、あとはですね、片平が少し専門に扱っていた、保全生物学、この3つの分野を、主な柱として、私たちのですね、ここに書いているように快適な暮らしや生物との適切な共生を模索するような活動や研究を展開しています。で、詳しくはですね、学科の特設ホームページ等をご覧になっていただければと。で、今ですね、担当している授業なんですけれども、1年次環境科学科ではですね、1年次に皆さん入学されたときには片平はお会いすることになると思います。で、後期にですね、開設される衛生動物学同時実習、そして生態学一般を学ぶ環境生態学、そしてですね、今環境科学科が重点的にプロジェクトを立ち上げている一つであるフィールドワーク関連の授業があります。で、これはですね、フィールドワーク、野外で活動を行うにあたってですね、どんな準備が必要か、どんな手続きが必要か、そしてですね、どんなに準備をしてもですね、フィールドに出た時にはアクシデント起きてしまう場合があります。そうした場合にどのような対処をすべきなのか、基本的な安全管理に関わるような教育、素養を身につけてもらうような授業というのを今展開しているところです。で、今日はですね、この授業の中から衛生動物学同実習の内容を一部抜粋してお届けします。で、これはですね、実習の風景を撮影したものです。で、これはですね、2年前の授業風景なので、新型コロナが流行る前です。で、ちょっと密な状況になっていますけれども、今年、あとは今年度もう4月から始まりますけれども、A 班と B 班、2つに分けてですね、こんなに密にならないような形で実習を実施しましたし、今年もそのように実習を実施していく予定です。で、ちょうどここに標本があるんですけれども、標本をですね、こういうふうに顕微鏡で観察して、スケッチをする。さまざまな衛生動物をこのように観察して、グループ同士でこうやってディスカッションし合うんですけれども、皆さんでワイワイ実習をしながら進めていくので、割とですね、人気のある楽しい授業になっていると思います。で、今日衛生動物の中にあるちょっとオーバーラップしてるんですけれども、寄生虫というものに着目して話を進めていきますけれども、まずですね、衛生動物、皆さん初めて聞く人多いと思います。で、衛生動物って何なんでしょうね。定義、ここで紹介しておきましょう。その衛生動物の定義なんですけれども、人の健康に肉体的および精神的な害を与える動物の総称という定義があります。人にですね、関わる動物はですね、かなりいろんな分類群にまたがって扱うことになる幅広い分野です。で、いろいろな動物が含まれていますので、さまざまなカテゴリー分けをして理解を進めていくことになるんですけれども、
まあ、その大きな区分けの方法の一つとして、まあ、我々人にですね、直接的な害をもたらす動物なのか、間接的に害をもたらす動物なのかというので、区分けをすることがあります。で、直接的な害をもたらす動物の、まあ、一つの、まあ、グループとして、寄生虫というものが、あるんですけれども、まあ、今日はですね、この寄生虫に絞って話を進めていきます。で、まずですね、この本題に入っていく前に、まあ、皆さんに少し問いかけたいことがあります。で、これはいつも、僕が授業で聞いてるんですけれども、寄生虫という言葉を聞いてですね、イメージすること、まあ、言葉の印象です。皆さん、どんなイメージ持っているでしょうか。そして、寄生虫をですね、実際に自分の目で見たことがありますかということをいつも問いかけています。この2つ目の質問については、インターネットとかテレビで見た、そういうのではなくて、実際に自分の目で見たことがあるかという質問内容です。で、これはですね、僕が大学院生の時に実際にこう学生を対象としたアンケートを取ったことがあります。で、この結果を少し紹介しましょう。で、まず1個目の質問、寄生虫に対するイメージなんですけれども、まあ、多くの人たちがですね、なんか気持ち悪いなというふうに思っているわけです。あるいは怖い、不健康、まあ、基本的にネガティブな印象を寄生虫に持っているということがわかるかと思います。おそらく皆さんも、同じような印象を持っているんじゃないかなと思います。ただですね、ネガティブな印象を持っている割にはですね、実はその自分の目で寄生虫を見たことがある人ってそんなにいないんですよね、実は。で、よくわからない生き物をこうよくわからないまま怖がっているというのは、それは正しい理解には決してつながりませんし、まあ、結果的にどのように対処すべきかというところにまでつながりません。というので、まあ、この衛生動物学同実習の中で扱う寄生虫の授業ではですね、まあ、寄生虫ってそもそも何なんでしょうか。そして、まあ、寄生虫って言っても様々なんですけれども、まあ、我々人と関わりの深い寄生虫って何なのか。そして、まあ、どんな害があって、どのように適切に対処すべきなのかというような基礎的な知識を身につけてもらうということを目標にしています。で、今日お話しすること、まあ、寄生虫って何ですかという触りの部分だけなんですけれども、まあ、少しちょっと まだ続きますので、お付き合いいただければと思います。で、この寄生虫という言葉です。昔はですね、この虫というか、虫という漢字が3つ組み合わさった旧漢字が使われていました。で、この虫という漢字は、有象無象のですね、様々な生き物を表す漢字です。で、まあ、今はですね、簡略化されて、この虫という言葉だけが、引き継がれて、まあ、寄生虫というふうに使われているんですけれども、まあ、生態学とか、進化生物学の分野では、寄生虫ではなくて、寄生者というふうに呼ばれることがあります。でもこれもですね、同じような意味合いで、使われているので、まあ、全く違うものを指しているわけではありませんので、少し注意してください。で、まずですね、寄生虫の定義について、少し紹介します。で、寄生虫を考える上でですね、ここの栄養分、エネルギーのやり取りに、着目するのが、大事です。で、この栄養分を、まあ、ある生き物からこう奪う生き物のことを、寄生虫、英語でパラサイトというふうに呼んでいます。で、逆にですね、このある生き物から栄養分を奪われる生き物のことを宿主、ホストというふうに呼んでいます。この栄養分の奪う、奪われるの、このやり取りに着目することによって、寄生虫と宿主という定義が、なされています。ちなみにですね、この寄生虫という言葉なんですけれども、もともとですね、この英語の語源、ギリシャ語なんだそうです。で、他人のテーブルで食事をするものという意味を持った言葉が語源だそうで、まあ、この言葉を見る限りでもですね、栄養のやり取り、エネルギーのやり取りが、まあ、ベースになっているというのが、理解できると思います。で、もう少し、紹介していきましょう。で、寄生って何でしょうか。で、寄生はですね、一つの生活様式のことなんですね。で、例えばここに示したように、
空く我れの関係、捕食者がいて被食者がいる、であとは、食食者ですね、植物を食べる、でそして植物自体は、光合成を行って、生産ですよ、生産者として、区分けされています。であとは生き物の死骸を分解する分解者などがいますけれども、まあ、そうしたさまざまな生活様式の中での、まあ、寄生者、寄生生活というのは一つの様式なんですね。でこの寄生者、まあ、寄生虫ですけれども、まあ、大きく分けるとですね、サイズで2つに分けることができます。もう顕微鏡レベルじゃないと見れないような寄生虫もいれば、まあ、目視で十分観察できる寄生虫がいます。まあ、それぞれ微小寄生者とか大型寄生者みたいな言葉がついているんですが、まあ、いずれもですね、宿主の一部分を生きたまま消費する。そして生涯で1個体の宿主、あるいは数個体の宿主を乗り移って暮らしている。で、あとはですね、この宿主よりも体サイズですね、こう取り付く宿主よりも、まあ、概して、寄生虫の方が小さいということが、まあ、一般に言われています。まあ、もちろんですね、例外もあるんですけれども、まあ、おおむねこういった、寄生虫は特徴を持っています。そして、基本的に宿主よりも長く生きることはないので、まあ、宿主がなくなると寄生虫もなくなる。で、生活種もですね、複数の宿主を乗り移っていくような寄生虫の場合は、非常に複雑な生活史を見せることがあります。で今、簡単に寄生について、紹介していきましたけれども、まあ、具体的にどんな生き物が寄生虫になるんでしょうか。少しですね、掘り下げて、大学レベルの話をしていこうと思います。でこれはですね、皆さん、中学校とか高校の生物で、生き物を大まかにこう区分けすると、まあ、どのように分けれますかというようなところで学んだかと思うんですけれども、まあ、例えばですね、細胞に核がない生き物、原核生物、昔はですね、こう細菌とか古細菌とかは、まあ、モネラ界としてひとまとまりにされてた時代があります。であとはですね、細胞に核がある生き物、真核生物ですよね。その真核生物は、植物、菌、動物、そして単細胞の原生生物界というような、区分けがされていました。今ですね、こうした区分け、大きな転換期を迎えていて、今このような、区分で、まあ、生き物をこう分けていくことはありません。今はですね、例えば核がある真核生物で、この図はですね、その真核生物の、まあ、類縁関係を表しているんですけれども、まあ、この枝ですね、枝同士が近ければ、近い親戚同士で、まあ、離れていれば離れているほど、まあ、遠い親戚というふうに理解してください。で例えばなんですけれども、単細胞のですね、今までこうアメーバとかって呼ばれてたような生き物とか、あとはもう様々な、原生生物に、区分されていた、生き物は、ここにちょっと一致します。まあ、ちょっと天下り的なんですけど。で次ですね、植物です。植物はですね、なんとこの原生生物の間に入ってくるんですね。で、あと先ほど、菌と動物いましたけど、なんとですね、カビとかキノコ、そして動物はですね、植物よりも近い関係にあるんですね。何かこう、僕もそうだったんですけれども、カビとかキノコってなんかちょっと植物に近いのかなというような、イメージを持ってたんですけれども、決してそんなことはなくて、こう割と遠い。で、実はカビとかキノコは、まあ、動物と、まあ、近いということで、今、ひとまとまりにされています。で、こうしたですね、真核生物の類縁関係の中で、じゃあ、寄生虫、どこにいるんでしょうね。何かこうひとまとまりにできるんでしょうか。で、実はですね、寄生虫と一言で言っても、さまざまなこの分類群の中に、寄生生活をする種が出現しています。で、それらをまとめて今、便宜的に寄生虫、寄生者というふうに呼んでいるだけなんですね。何かしらこうひとまとまりを寄生虫というふうに呼ぶことはできないんです。というのもですね、実はここに書いてあるように、寄生生活ってその生命が誕生してから現代に至るまで少なくとも50回以上独立に進化したというふうに言われているんですね。だからこのいろんな
分類群でこう寄生生活を営む、生き物が生まれているというのは、まあ、こういうことなんです。で今、寄生虫さまざまな、分類群で、まあ、進化してきたという話をしましたけれども、まあ、寄生虫っていつからいるんでしょうね。少しちょっとおまけですけれども、まあ、考えてみましょう。でこれはですね、江戸時代後期、1850年って書いてるかな、1850年代、江戸時代後期の、まあ人々の暮らしを書いた、図の抜粋です。でここにあるようにですね、お尻からこう寄生虫がにょろっと出てて、まあ、それをこう取り出しているような様子なんですけれども、まあ、江戸時代にはですね、すでにこういった寄生虫がいるんだよということが知られているわけです。じゃあそれよりももっと古い時代どうでしょうね。まあ日本の遺跡もそうなんですけれども、まあ、古代のミイラを調べてみると寄生虫が出てくるんですよ。だから古代の、人類にはもうすでにですね、寄生虫が、寄生しているということが分かっています。で江戸時代ときて古代で、じゃあもっともっと古い、じゃあ恐竜の時代とかどうでしょう。寄生虫いたんでしょうか。でここでですね、一つ、興味深いドイツの研究チームの、まあ、発表した研究を少し紹介しておきたいと思います。でこのチームが、やった研究なんですけれども、これ2億4000万年前の恐竜のうんちです。でこのうんちを割るとですね、このちょっと柿の種みたいな形してますけど、ある寄生虫の卵に似た、寄生虫卵というのが得られたんですね。でうんちの中に寄生虫がいるということは、もうすでにですね、ここの時代にはその恐竜に寄生しているものがいたということです。でこの表皆さん見たことあるでしょうか。地球が誕生してさまざまな生き物が、まあ、爆発的に進化したり時代した時代があって、まあ、いろいろなこう時代背景を経て、まあ、現代に至っているという、地質時代区分と呼ばれる表です。まあ、今はもっと細かくなっていますけれども、この2億4000万年って、このどの時期に該当するでしょうか。おおよそですね、2億4000万年というのは、この三畳紀と呼ばれる時代に相当するそうです。で、まあ、つまりはですね、この時代よりも、あとには当然寄生虫はすでに存在していることになりますよね。ちなみにこの2億、4000万年あたりですね、2億5000万年って書いてますけれども、この時代どんな時代かというと、これです。知っていますか皆さん。今は地球ってこう陸域はユーラシア大陸とか、アフリカ大陸、アメリカ大陸、南極大陸とかっていうふうにさまざまな大陸に分かれていますけれども、まあ、過去にはですね、一つの巨大な、陸地だったことが、あるというふうに言われています。で、こうしたですね、巨大な大陸が生まれて、この陸域に住んでいる生き物にはですね、おそらくすでに寄生虫が寄生しているということは、もう皆さん想像できるのではないでしょうか。で、これよりもですね、もっと後、我々のこう身近な、土地を考えてみましょう。日本列島です。日本列島ができ始めるのは、およそ2000年前頃だそうです。で、もうすでにですね、こういう大陸の上に寄生虫がいるということは、このなんか日本列島が形成される頃には、その陸地にはすでに寄生虫はいそうですよね。というわけで、もう日本ができている時にはすでに寄生虫というのはもう蔓延しているわけですよ。じゃあもっと昔はどうでしょうか。逆にここに石炭紀、デボン紀、カンブリア紀なんてありますけれども、もっと前の時代、寄生虫っていたんでしょうか。で、まあよくカンブリア紀を表すような図、こういうような出てきますけれども、まあ、こういう太古の時代ですね、そうした時代にはですね、すでに、寄生虫のような生き物が存在していたんじゃないかというふうに考える学者もいます。まあこれは脱線ですけれども、非常に古い時代からですね、寄生虫というのが存在していたというのが、まあ、少し理解できるのかなと思います。
で今、非常にこう昔の話をしましたけれども、まあ、当然人類が誕生する頃には寄生虫はいるわけですよね。そしたらもう人類が生まれた時から、寄生虫とのお付き合いというのはずっと続いてきているわけです。そしてですね、なんと、寄生虫の持っている問題も非常に未だに大きい問題なんですね。例えばここに血液寄生性原虫の、年間の推定感染者数3億人とか5億人とか書いてます。でその他の、寄生虫感染症の毎年ですよ、毎年感染する患者数の、その表を、まあ、ちょっと紹介しておきたいと思います。もう年間ですね、数十億人の規模で未だに世界で、寄生虫感染症に悩まされている人たちがいますので、実はですね、もちろんこの人に感染しない寄生虫というのも非常に多いんですけれども、人だけに限ってみてももう人類が克服すべき課題として、まあ、今なおですね、重要なジャンルになっています。でこれは人類全体の話ですけれども、当然日本人との付き合いも長いわけですよね。まあ、先ほどこういう江戸時代の絵出しましたけれども、まあ古いですね、遺跡を見て遺跡のトイレを調べると寄生虫の卵が見つかったりということも、よくあることだそうです。もともとですね、日本、寄生虫天国というふうに揶揄されてた時代があります。で先ほどあの2000万年前にはおそらくその陸地には寄生虫いただろうみたいな話しましたけれども、まあ日本人と寄生虫のお付き合いというのは、まあ、当然必然と言っても過言ではないぐらいですよね。で、この図はですね、まあ、蟯虫検査に代表されるように、まあ、人に寄生する線虫の感染率を、まあ、調べた、有名な図です。で蟯虫検査はですね、今全国的に廃止になっていますけれども、かつてはですね、例えばこれ縦軸が、その感染者陽性率です。で横軸が1900年代前半から1900年代後半まで、何割の人たちが感染していたか。でこの調査はですね、数十万人規模で行われ続けてきた、調査です。で例えば、1940年代50年代見てみましょう。これここおおよそ7割ですね、7割の人たちが、こうした線虫に感染してた時代があるんですね。でその後ですね、国策として、まあ、衛生環境の向上とか、まあ、皆さんのですね、衛生的な考え方の、まあ教育が行われた結果ですね、今はですね、ほとんど検出することができないぐらい、まあいわゆる寄生虫を克服することができています。これ以外にもですね、マラリアとか、その他、当時は不治の病とされてたような、寄生虫感染症はあったんですけれども、まあ、今はですね、克服して、そうした技術を海外に役立てていたりします。まあ、それが今の医学部とか獣医学部の研究室なんですけれども、それ以外にも実は、じゃあ寄生虫亡くなったかというとそうじゃないんですね。で今ちょっと言いかけましたけれども、それ以外にもですね、時代とともに、時代背景とともに寄生虫の問題っていうのは簡単に変わるんです。例えば最近こう野生動物の肉を食べましょう。ジビエブームというものが、取り沙汰されるようになってきたんですけれども、このジビエブームに乗っかってですね、例えばクマの肉由来で感染する寄生虫が、まあ、相次いだりしています。でこれは陸域の話ですよね。じゃあ水圏の話、水域の話どうでしょうか。これは皆さん芸能人の方々、感染したりっていうニュースよく見たりすると思うので、まあ、ご存知の方多いと思うんですけれども、まあ、アニサキスを原因とした食中毒というものが、よく報道されるようになってきました。で、これはですね、まあ、これ横軸に年代とって、縦軸に報告件数ですけれども、まあ、臨床の現場でですね、報告義務が、出てきたということで、まあ、そういった背景もあるんですけれども、まあ、皆さんの注目を集めることによってもですね、認知度とか、より問題視される寄生虫の、まあ、重要性というのは変わっていくわけですね。で、こうしたですね、時代とともに変わっていく寄生虫の問題、
正しく知識を身につけて、まあ、過去の克服した寄生虫の問題もそうなんですけれども、新たな寄生虫の問題について、まあ、こうした1年生の後期に開設される、まあ、衛生動物学同実習で、取り扱っていく予定です。で、まあ、ここに書いてあるように、我々の生活で問題となる動物。で、これは、まあ、有害な昆虫だけじゃなくて、寄生虫を含めてですね、衛生動物の範疇で扱う寄生虫について、まあ、正しく理解して適切な対処ができるようになるということを、まあ、狙いとして、授業を展開しています。で今日はですね、駆け足、そして、まあ、割とこう、本当に表面の内容しか紹介していないんですけれども、実際の授業ではさらに掘り進めて、より専門的な授業を、まあ、展開しています。で、まあ、今回はここまでなんですけれども、まあ、もし興味があれば、研究室の、ホームページを見てみたりとか、あとは学科、大学、のホームページを見てですね、あとは、SNS の配信等を見て、いろいろ、興味を、深めていってほしいと思います。というわけで、今日の、模擬授業を終わります。